参議院の選挙制度改革について、はい、自民党がですね、提出した方の法案が成立しましたが、まずは受け止めをお願いいたします。ようやく2012年の最高裁判決からですね、2年9ヶ月経って、明年の任期満了まで1年という時点で、ハウスとしてもですね、意思を固めて、それをまあ衆議院の方にお送りするという形になるわけですが、それ自体は大きな前進であろうと、要するにハウスとしての意思をこう決定できたということは、私は評価すべきものだというふうに考えております。ただ、絶好のチャンスだっただけにですね、よりこの憲法の趣旨にのっとった我が党案が、そちらの方が、採決まで至らなかったわけですけれども、これはまあ民主的手続きに乗っ取った上でのやり方ですから、これは致し方がないというふうに考えております。さらにこの抜本改革に向けて、不足があるわけでありますから、それに基づいて、より抜本見直し、さらに推進をしていきたいというふうに考えております。成立した案はですね、およそ3倍の最大格差がある案になっているんですが、はい、この数字についてどのように受け止めていらっしゃいますか。誠に遺憾だなというふうに思っております。今も申し上げましたように、正確はあともう一歩というところでありますから、3倍はいかがなものかなとは思いますけど、ただ方向性がね、その党はこう共有しているというふうに認識をしておりまして、今よりは、マシだという程度のものかなというふうに思っております。自民党とですね、結果として、対応が割れてしまった結果になったんですが、はい、これについてはどのように受け止めていらっしゃいますか。連立というのは、これは総理を選び政策を推進するという、行政府との関係の中での出てくる話でございますけれども、この選挙制度はこの立法府の中のこの選挙を選ぶ土台土壌作りですから、ちょっと連日とは次元の違う話なんだろうというふうに思っておりまして、それぞれ憲法の趣旨にかなったそれぞれの案というものをですね、出して、それを民主的手続きにのっとって、成果を成案を得ていくということは、それはそれでいいんじゃないかなと思っております。